始まりました。少量チャンネル。そうだったね。た初めて。さすが、はい。今回は。うん。まあ披露宴も終わり、新婚旅行も終わり。うん、前回はねちょっとちょっとお真面目会をやったので、今回はちょっと楽しくね、お送りできればなと思います。はい。で、今日朝から、うん。郵便物が、うん、なん届いたんですが、なんと、うん、はい、披露宴に来てくれた前の職場の友達が、うん、ででん、これは何が、札幌ということは、ここに何か書いてある、どれ、どこ、フォトビー6本セット、開けましょう。なんと、うん、ビールを、僕ビールが大好きなんですよ。前回も飲んでた金麦、うんうん、いいやつもらっちゃいました。イエーイ、開けてみましょうか。ここなんてってれてれてれてってってってれてれてってってれてれてれてってって、あ、なんかかわいい、え、かわいい、かわいくないこれ、うん、まさかまさかフォトビーってもしかしてそういうこと、え、どういうこと、はい、なかなか開かないなかなか開かない、はい、あ、おぉすごい、やばくない、見せますよ、やばいやばい、いい、うん、これ見えますか、すごい、僕らが多分、あ、ピント、ピントがこうかな、あったあった、僕らの披露宴の時の写真、写真、あ、フォトビーってそういうことなんだね、なんか合うかな、はい、え、めっちゃ嬉しいね、やばいね、うん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、名前出していいかな、ダメかな、原さん香る、わかんないもん、見てくれてる方がそうだよね、ありがとうございます、でもこういう、ほんとこの友達、ほんと今西の、かなり西の方に、うん、九州じゃないけど西の方に住んでるけど、披露宴のためにわざわざ来てくれて、ありがとうございます、こういうのもあるんだね、びっくりした。それと、それといや他にもいただいたんですよ、うん、それは何が入ってますか。バカラ、バカラ、バカラ、あ、あ、可愛くない、これも可愛い、え、なんかもうあれだね、触りいやー、グラス、あ、これについで飲む、そうね、ビアグラス、はい、ちょっと可愛い形のビアグラスをいただいたんですよ、うん、ありがとうございます。いや、これで飲もう、うん、さてということで、うん、このいただいたビールに合う料理を、うん、今回はお送りしようと思います。イエーイ、まあ、合うのかどうかは、うん、さておき、作りたいものを作るってとりあえずじゃあ、そう、前回ね、うん、うちらが何をしているっていう自己紹介のね、うん、動画をお送りしたと思うんですけれども、うん、そしたらコメントにですね、うん、お二人とも料理をされてるんですね、うん、料理を作ってる動画など上げてほしいですっていうコメントもいただきましたので、早速作りたいと、それをお送りしたいと思います。はい、キッチンにやってまいりました。はい。じゃあ今日は、ね、いただいたビールに合う料理を作って、はい、食べたいと思います。イエーイ。イエーイ。で、今日は何を作りますか？何を作るかというと、はい、やっぱりビールといえば、うん、ドイツ。ドイツといえば、じゃがいもとソーセージ。ということで、ジャーマンポテトを作りたいと思います。はい、でジャーマンポテトと、はい、あとうちらの大好きなね、
パスタ作ります。はいはい、そしたら材料を切っていきたいと思います。もうじゃがいも皮付きで使っちゃいます。洗ってさあ、カットが終わって、あと、じゃがいもは、電子レンジでチンをして、若干火を通しました。だいたい500ワットで4分間くらいやりました。そしたら、フライパンに、オリーブオイル。うちはね、結構オリーブオイル使うからね。いつも大きいやつ買ってるよね。うん。オリーブオイルも、垂らします。はい。そしたら、はい、粒マスタードを、うん、入れまーす。おおおおお、あ、結構入れんだね。うん。結構入れてない？結構もう半分ぐらい使ってない？うん。これね、チューブでね、40g くらいしか入ってないかな。あのお店とかだとね、あの瓶のすごい大きい瓶の中に入ってるやつ使うから、うん、結構ね量使えるんですけどね、うん、家庭とかだと、あ、マスタードもすごいいい匂いがするね、なんか、うん、あ、美味しそう。はい、そしたら、うん、で整えまーす、はい、お塩と、もう男の料理なんでね、ここら辺は適当です。グラムとか測らない。測ってください。あー、でもすごく美味しそう。いい匂いだね。あー、うん、あ、いいと思う。うん、ここもカットしてもらって。どうしようかな、お皿。これはパスタで使うから。あ、これとかに入れる？可愛くない？うん。大丈夫？うん。わあ、美味しそう。じゃあ見せてください。仕上げがあります、うん、仕上げはお母さん、あ。最後にパルメザンチーズ、粉チーズをかけて完成です。おー、美味しそう。できました。はい、ジャーマンポテト。はい、美味しそう。塩入れます。結構入れていいよ。2つかみくらい入れていいと思う。本当はね、パスタ作るときはもっと大きい鍋の方がね、うん、いいんですけど、まあお湯を沸騰させながら、うん、どういう風に切りますか？玉ねぎは、はい、スライスします。3等分？2等分？あ、そっち向きじゃなくて、あ、そのままでいいの？うん、半分切らないの？うん、切らない。お、包丁が使うのが、まだ火はつけません。ここで、うん、うん、もう入れちゃう？もうあの入れちゃって大丈夫です。玉ねぎは、玉ねぎ、はい、入れます。はい、じゃあ次しめじを
半分くらい、はい。何グラムかな。半分。はい。で、もう半分はもうしまっちゃってください。使いません。うん。もうしめじはね、あのヘタのあのつながってる部分をカットしてもらって、もうバラ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 もう入れるだけで OK でーす。やっぱ美味しいよね。うん、美味しい。いいアクセントになるんですよ、ケッパーがまた。うん、スーパーにねもう普通に売ってるので、うん、あの試したことない人ぜひあの入れてみてください。はい。そしたらもうツナ缶も入れちゃいます。はい。オイルとかね気になる人はちょっとあのオイルだけ捨ててもらって入れた方がいいかもしれないんですけど、もううちの場合はもうオイルもそのまま使っちゃいます。うん、はい、軽く炒めてください。結構具だくさんになるね。うん、まだねそんなに混ぜ混ぜしなくても大丈夫だと思うけど、うん、はい、はい、である程度炒まったところで、うん、あのパスタの茹で汁、まだパスタ入ってないんですけど、うん、お塩が入ったお湯を3杯くらい。今回はね、だいたいパスタ 300g くらい使うので、あの、2人分、男2人分なので、300g くらい使うので、お湯は3杯くらい。で、パスタ。そうだね。いい？はい。ででん。出ました、パスタ。もう、うちはね、常にパスタの麺は常備してまーす。おい、それでね、多分ね、3、いや、200くらいだと、200弱くらいだと思う。もっと入れる？もう一つかみかな。うん、そんなもん。で、300くらいかな。入れていい？うん。本当はね、もっと大きい鍋がね、あるといいんだけど、なかなか、ね、2杯、3杯くらい入れていいと思う。うん。2杯目。3杯目。こういったソースはね、もともと味がしっかりあのつけてあるので、あのちょっとこの後味を見ながら塩コショウをして。あの味の調節をした方がいいと思います。はい、うん、でも十分美味しいんだよね。うん、ソースはこんな感じで。おいしい。おいしい。うん。食べる。飲む。うん。さつゆ。うん。もうちょっと塩入れてもいいかな。あ、でもアサリの、うん、すごいいい出汁が出てる。はい。入れてください。入れます。一回火止めた方がいいかもしれない。あら、違う違う違う。パスタの方。うわぁ、いやぁ、で、混ぜます。
うん、奥にパスタが落ちてる。奥奥奥、はい、うん、そしたら火をつけてオリーブオイル、オリーブオイルをさらに入れます。はい、はい、そしたらここからが勝負。さあ振って振って、あ、重い、振って振って、乳化か、乳化が大事、乳化させないと。乳化っていうのは水分とオリーブオイルの油分を一体化させることを乳化って言います。これがちゃんとできないと美味しいパスタにならないんですよね、うん、量が量だけに。重いよ、重いよ、はい、そしたらちょっと、はい、美味しい、ほんと、うん、で、チーズ、うん、入れます。めっちゃさがバレるわ。ちゃんと煽れてないしね。頑張ります。こんな感じです。はい、じゃあ盛り付けでしょう。どうでしょう。はい、じゃあ完成を見せてください。魚介たっぷりジェノベーゼパスタできました。あ、美味しそう。さあ、はい、完成しました。イエーイ。翔太作全魚介のジェノベーゼパスタとジャーマンポテト、ジャーマンポテトでーす。とこれですよ、うちらの披露宴の写真が載ってるビール、載ってるビール、さあ早速乾杯しよう。バイゼン、ドイツビールですよ、うん、手弱っていうね。で、これもいただいたビアグラスで、かわいいね。じゃあ乾杯、いただきます。うん、っていう感じで美味しい、うん、っていう感じで、こんな感じで作りました。こんな感じで、はい。もしよければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。ではまた、いただきます。